おっさんペルシャ猫と戯れるが200万回おっさんおっさんとすれ違うが何も起こらずが700万回ぬるいなどうせ惰性で生きてる連中が惰性で見てるあらゆる世代に捧ぐ90秒で分かって初めてでも 100% 楽しめるゆとりですが何かとは何か当時話題沸騰し社会現象にもなった伝説のドラマが映画化忘れましたかつてゆとりと呼ばれた3人正和は実家の酒場酒造が存続の危機新商品開発に立ち上がる妻の茜とは倦怠期を迎えていたいまだ女性経験ゼロの山路には海外からの転校生と教育実習生が現れ新たな恋の予感もよろしくお願いします中国での事業に失敗したマリブは酒場酒造で働くことにしかし何やら一攫千金を狙ってどんだけ働き方改革コンプライアンスなど新時代の波が押し寄せるアップデートしなきゃダメだよなあ元カノじゃねえ知らねえそんな女は若者がおっさんより偉いのは日本だけなんだなぜか坂間家は人気 YouTuber に中国で一番有名な日本人家族なんだって私生活さらされて恥かいて世界中どこに出したって恥ずかしくないよ見ればいいし笑えばいいこれが坂間家だから喜怒哀楽ノンストップ人生山あり谷ありゆとりなし時代は変わった彼らはどうだ付き合ってみたら一人一人はいいやつなんですけどねとにかくゆとりねマッチタイムいいね Z 世代ゆとりですが何がインターナショナル大事なデートなんでしょうなんで私がリモートで参加してるんですか